神宮寺雄太、平野翔ガン雄太が見せる。スクエアワンライブの衝撃と感動。平野翔がファンを魅了。スクエアワンライブの感動的な瞬間を徹底解析。ナンバーアンダーラインアイの岸優太、神宮寺雄太、平野翔がステージで素晴らしいパフォーマンスを披露しました。その夜、観客とアーティストの距離がとても近く、まるで一体となっているかのような感覚を覚えました。 翔くんの眼鏡姿はとても印象的で、多くのファンの心を射止めました。私はその日、興奮と感動で胸がいっぱいでした。衣装も髪型も完璧で、三人のビジュアルはまさに満点でした。彼らのステージを見ていると、その情熱と努力が伝わってきて、ますます彼らが好きになりました。初披露となったスクエアアンダーライン1ンは、神宮寺くんがプロデュースしたこともあり、 その安定感とクオリティに驚かされました。神宮寺君のプロデュースによって、楽曲の雰囲気が一新され、ナンバーアンダーライン愛の新たな魅力が引き出されていました。特に、神宮寺君のラップは安定感があり、その技術の高さに感嘆しました。黒髪ウェッティなスタイルも非常に似合っていて、彼の美しさが一層際立っていました。平野翔とガン・ユータのパフォーマンスは、 今日のステージで特に際立っていた。まず、平野翔はその存在感だけで観客を魅了した。彼がステージに現れると、会場全体が歓声に包まれた。その一瞬で彼が持つカリスマ性が感じられた。平野翔の歌声は非常に力強く、感情が込められており、観客に強い印象を与えた。彼のダンスもキレがあり、リズムに乗った動きが視覚的に非常に美しかった。 特に、彼のソロパートでは、観客の目を完全に釘付け気にし、まるで彼のパフォーマンスに引き込まれていくような感覚を味わった。今回のパフォーマンスでは、三人がステージに集まって踊るシーンも非常にオシャレであり、ファンはそのシーンが特に好きである。岸くんのかっこよさは言うまでもなく、今回は神宮寺雄太が非常に輝いていた。スクエア・アンダーラインワンのパフォーマンスは最高であり、 多くののファンがその魅力にに夢中になっている特に濃いめのデニムが神宮寺雄太のイメージに合っており明るめのデニムは平野くんのイメージに合っている別の歌詞の部分も非常によくまたどこかで披露されることを楽しみにしているハンドマイクを使ったボンも非常にかっこよく3人のラップ表現力音楽センスが非常に高いことがわかるスクエアアンダーラインワンからのハンドマイクボンのアレンジも素晴らしく フルバージョンで見てみたいと思わせる。今日のパフォーマンスでは、特にマイクを持ったボンが非常にかっこよく、ファンを大いに喜ばせた。岸優太もまた、今日のパフォーマンスでその実力を存分に発揮した。彼の歌声は非常に安定しており、感情豊かで観客に深い感動を与えた。彼のパフォーマンスは、一つ一つの動きに意味が込められており、その表現力の高さに驚かされた。 特に、彼のラップパートでは、その技術の高さが際立ち、観客を魅了した。彼のダンスもまた、リズムに乗った動きが非常に美しく、特にグループでのパフォーマンスでは、他のメンバーとの息の合った動きが一体感を生み出していた。平野翔と岩優太のパフォーマンスが特に印象的だったのは、彼らが互いに補完し合い、強い絆を感じさせる点だった。 平野翔の力強い歌声とダンス、そして岸優太の感情豊かな歌声とラップが見事に調和し、観客に一体感を与えた。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、観客に感動と喜びをもたらすものであった。また、今日のパフォーマンスでは、彼らの個々の魅力が最大限に発揮されていた。平野翔はそのカリスマ性とエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了し、 キシユタはその技術の高さと表現力で深い感動を与えた。彼らのパフォーマンスは、一つのステージでこれほどまでに多くの感情を引き出すことができるという点で、非常に特別である。ライブ中、神宮寺君が音源通りのパフォーマンスを披露し、その完璧さに驚きました。彼の咳払いが一瞬、本物かどうか迷うほど自然でした。また、彼のラップの上手さが再び証明され、 多くの観客を魅了しました。岸くんのお願いしアーすがなかったのは少し残念でしたが、ダンスパフォーマンスも少し見られて嬉しかったです。3人のパフォーマンスはとにかくかっこよかったです。スクエアアンダーライン1の最初の神宮寺くんのパートから引き込まれ、彼らのビジュアルとパフォーマンスに感動しました。せいでスクエアアンダーライン1を見ることができたのは本当に幸運でした。 神宮寺君のプロデュースによって、ラップパートが強調され、非常にエネルギッシュなステージとなりました。ボンも何度聴いても良い楽曲で、その和風の演出が心に響きました。特にライブバージョンのボンは、ハンドマイクを使ったラフな感じがとても良かったです。ステージ上の彼らのエネルギーが観客に伝わり、会場の温度が5度は上がったように感じました。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは予想以上で、 神宮寺くんのパートで心がノックアウトされました。彼らのステージは本当に素晴らしく、その安定感とパフォーマンスの高さに感動しました。神宮寺くんの長尺のラップパートは特に印象的で、彼の魅力が存分に発揮されていました。翔くんのファンが持つうちわに応えるように、彼がステージを歩く姿はまさにスターそのものでした。岸くんのお願いしやーすが聞けなかったのは少し残念でしたが、 彼らの歌声とパフォーマンスは最高でした。スクエア・アンダーライン1ンからの流れで、ボンのライブバージョンが続き、そのアレンジも非常にかっこよかったです。3人のラップ、表現力、音楽センスが本当に素晴らしく、彼らのパフォーマンスに引き込まれました。特にハンドマイクを使ったボンは新鮮で、そのアレンジがファンの心をつかみました。ライブ全体を通して、彼らの情熱と努力が伝わり、 多くのファンが感動しました、また神宮寺くんがステージ上で見せた余裕と自信に満ちたパフォーマンスも印象的でした。彼が歩きながらラップを歌う姿は非常にかっこよく、涙が出るほど感動しました。三人がステージに集まって踊るシーンも非常におしゃれで、その一体感に感動しました。岸くんのパフォーマンスももちろん素晴らしく、今回は特に神宮寺くんが輝いていました。 スクエアアンダーライン1は観客を魅了し、そのパフォーマンスに多くのファンが熱狂しました。彼らのステージにはエネルギーが溢れていて、その情熱が観客に伝わってきました。特に神宮寺君のラップパートは、その技術と表現力で観客を圧倒しました。ライブ全体を通して、彼らのパフォーマンスには驚きと感動が詰まっていました。このステージを見ることで、 彼らの新たな魅力を発見することができました。特に、神宮寺君のプロデュースによって楽曲の雰囲気が変わり、彼らの新たな一面を見ることができました。また、彼らの衣装や髪型も非常にスタイリッシュで、ビジュアルも最高でした。彼らのパフォーマンスを見ることで、ますます彼らのファンになりました。今回のライブは、本当に素晴らしいものでした。彼らの情熱と努力が伝わり、 多くの観客が感動しました。これからも彼らの活躍を応援し続けたいと思います。彼らのパフォーマンスは本当に素晴らしく、その才能と情熱に感謝しています。ライブを通して、彼らの音楽とパフォーマンスに引き込まれ、多くのファンが感動しました。彼らのステージを見ることで、ますます彼らのファンになりました。これからも彼らの活躍を楽しみにしています。さらに、 彼らのパフォーマンスの背後には、長い練習と努力があることが感じられた。ステージ上での彼らの動きや表現は非常に自然でありながら、その一つ一つに込められた努力と情熱が観客に伝わってきた。特に、彼らがステージ上で見せる一体感は、長い時間をかけて培われたものであり、観客に強い印象を与えた。今日のパフォーマンスは、 平野翔と岩優太の実力と魅力を改めて感じさせるものであった。彼らのパフォーマンスは、観客に深い感動を与え、忘れられない体験を提供した。これからも彼らの活躍を楽しみにしているファンが多いことは間違いない。そして、彼らがさらに成長し、より多くの感動を与えてくれることを期待している。